2B2 のトーキンリズム&ブルース。接客がね、はい、新時代なんですよ。接客が、接客がもうね、いらっしゃいませってやつですよね。そうなんですよ、新時代だなと思ったんですよ。ほうほうほう。去年なんですけど、うん、夏にね、はい、僕靴を買いに行ったんですよ。はいはいはい。靴の底に穴が開いちゃったから、うん、これは履き潰したなと。今時聞かないけどね。聞かないでしょ、うん。大体ちょっと汚れたら買えるぐらいじゃないですか、多分みんなね。靴底をすり減らしてみたいな。昔の昭和のね、あの歌謡曲みたいな。そうでしょ。靴底に穴が開いちゃったんですよ。はいはいはい。好きで履いてたからさ。はいはい。でこれさすがにいかんと思ってね。うん。で、靴屋さんに行ったんですわ。はい。で、そしたらさ、ちょっとこう、セール時期だったんだよね、きっと夏の前の。はいはい、うん、でさ、こうパッと見てたら、あ、うん、これ良さそうみたいな靴があったんですよ、すぐに。うん、で、しかもなんか、定価の半額ぐらいみたいな感じでさ。お、安い。安い。これラッキーと思ってさ。うん、で、黒と、うん、アイボリーと、うん、黄色。はいはいはい。3足あったんですよ。はい。同じ形でね。うんうん。で、でもなんかどれも いいなって思っちゃったんですよ、色が。うん。黒はまあなんか手堅いというか、黒はいいなと思ったんだけど、黄色とアイボリーってあんま履いたことないけど、うん。なんかいい色だなと思って、うんうん。で、お店の人にちょっとこう、試し履きね。はいはい。しようと思って、お店の人を探したら、うん、うん。店内全然お客さんいなくて、はい。僕が入ってきて、一人、もう一人ぐらい、みたいな、もう、ガランとしてて。うん。で、店員さんはね、女性の方で、うん。ちょっとこう、仕事できそうなというか。はいはい。多分、バイトさんではないなという。あ、店長、店長クラスの。このお店を任せられている、はいはい。これしっかりとした方だろうと。うん。この方に言うのはいいだろうと思って。うんうん。すいませんって言って。この靴、ちょっと、履きたいんですけど、試し履きしたいんですけどって言って。うん。だから、あ、わかりましたって。うん。何色にされますって言ったんですよ。はいはい。で、僕全部履きたいなと思ったんだけど、うん。ちょっとその、あんまり全部は持ってきてほしくないってことなのかなってちょっと思って。あ、なるほどね。最初に。うん、最初にこう。牽制されてるわけね。そうそうそう、向こうでこう。うん、ある程度絞っておきたいって感じを受けたので、はいはい。何色にしようかなってちょっと悩んじゃったんですよね。うんうんうん。でも、やっぱちょっと、別に急いでもなかったし、うん。店内もすごいもう、お客さん全然いなかったから、うんうん。そんなに迷惑をかけることもないだろうと思って、うん。黄色行ってみたいなと思って。はいはい。じゃあちょっと、とりあえず黒は、一個これ履きたいんですけどって言って、うん、あと、黄色と、みたいなこと言ったら、うん、その女性の方が一言、うん、黄色は一番合わせづらいですよって言ったんですよ。静かに、静かにね、別にこう、おちゃらけてる感じでも、黄色は一番合わせづらいですかねとかじゃないのよ、もう。うんうん、もうまっすぐ来るっていうか。何か説得するような、すごみを持って。お客さん、黄色は一番合わせづらいですよっていうわけですよ。で、ああ、確かにそうかな、なんつって。うん。もう初対面ですから、その方。そうだよね。うん。いきなりぐさっと来たなと思いながら。ね。うん、ああ、そうか、確かにそうかも。あ、じゃあやっぱこっちの、アイボリーもなんかこれもいいっすねとかって、僕あんまこれ、こういうの履いたことないからこれもいいなとかって言って、うんうんうん、そしたら、白は汚れますって言うんですよ、その方が。すごいな。ですよね、そうか、ですよね、あ、まあそうっすよね、つって、うんうんうん、白は汚れますよねって言って、うん、そうか、やっぱ黒かなって言って、僕が言ったら、そしたらその方が、うんうん、黒一番人気です。あと一足ですって言うんですよ。その方が。
すごいな。なんか誘導尋問というか。すごいでしょ、そのなんか追い込みというかさ。ギリギリこう人格、こちらの人格まで否定せない、しないうちに、あの、一番望んでないものを買わされそうな。なんかちょっとさ、すごいな。ちょっとこう、あれすごい、ぐいぐい来るなと思って。うん。で、こっちが悪いのかなっていう気持ちになりました。そう、ちょっとなんか、僕なんか、あの、いけないこと、気に障ること言いましたかぐらいの感じにちょっとなったんですけど、でも、うん、僕そこでちょっとね、うん、僕もお客さんですから。まあそうですよね。ね。で、そんな別にさ、ほら、うん、そうそうそう、お客だから偉いとかそんなことは思わないんだけど、うんうん、やっぱ納得して買いたいっていうのもあるし、まあ、こっちがね、思ってることもあるわけだから、ね。そうです、そうです、そうです、うんうん。で、ほら、金額もさ、セール価格で半額とかだからさ、うん、なんなら2足買っちゃおうかなぐらいのさ、そうだよね。うん、気持ちでもあったので、うん、その買わずに、すいませんってことは、もう自分でもないなと思ったから、うんうん、いい靴、かっこいいなと思ったからさ、うん、全部履かせてくださいっつって。ああ、ついに。ついに言ったんです。抜いちゃったわけで、殿下の方と、うんうん。で、その後にこういろいろ履いて、うん、やっぱり黒を一番いいですね、とかっつって見ながらね、その方、うん、僕が履いてるの見て、黒一番いいですね。あと一足ですね、とかっつってすごい言うわけなんですよ。あと一足です。うん、そしたらちょっとさ、お客さんも何人かこう、ざわざわっと入ってきたりとかして、うんうん、ちょっとすいません、あの、あちらの方行くんで、みたいな感じで、ちょっとこう接客離れたんで、うんうん、僕もその後落ち着いてみましてね、結局。うんうん、で、結局もうここはね、あの、気に入ったやつ買おうと思って、うん、黒と、うん、一番合わせづらい黄色を買いましたよ、僕。おうん。そこでね。うんうん、で、うん、やっぱこう、その後もさ、あの、だからこの、なんか別に何か嫌なことでもあったのかなと、その方がね。あるいはなんかこう、ちょっとこう、物を売るということに積極的じゃない方なのかなとか思ったんだけど、うん、最終的になんかお会計するときとかに、うん、こちらのあの、シューズクリーナーもどうですかとかつってさ、そこら辺のこう、うん、ご一緒にポテトもいかがですかみたいな感じの接客はするわけですよ。で、なんかマニュアル的なものにも乗っ取ってるのかなとも思いきや、うん、なんかちょっとこう不思議な感じだったんだけど、うんうんうん、ちょっと思ったのは、うん、やっぱほら、今さ、うん、AI がすごいじゃないですか。ああ、確かに。うん、ね、え、下手したら靴買うときなんかもさ、うん、まあ、やったことないけど、うん、あなたに、あの、あった靴を探しますじゃないけどさ、うんうん。で、実際なんかほら、検索とかしてたらそういうのがこう、優先的に出てくるようになるわけでしょ、似たようなものがさ。うんうん、探してるってなるね。近いね。そうそう。ってなった時に、うん、まあ僕がその買った靴屋は、うん、大手チェーン店でしたけど、はいはい、その会社の方針なのか、うん、あるいはその方の中でのこう、意識なのか、うん、AI にできない接客をすべきじゃないかというさ。なるほどね、積極的なというか、うんうん、AI にとって変わられないための、そう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 、人間らしい接客、対人でする接客っていうこと自体がほら、どんどん少なくなってくるじゃないですか、これから。確かにそうだよね、もうコンビニだって無人ばっかりだもんね。うん、そうそう、でほら、うん、買う方もさ、通販で買うみたいなことってものすごい多いわけでしょ今。いやそうだよ。うん、ね、うん、ってなった時に、ここはちょっと意を決してさ、その、うん、売る方も。うん、積極的に行かねばいけないってことで、うん、あ、どうやらこの人迷ってるから、うん、で、どうやら黒を買おうとしているというのを多分察知して、うんうん、早めにその、俺のためを思って、うん、可能性をこう消していくっていう、こう、うん、黄色とアイボリーは、この人のために消してあげようっていう、うんうんうん、そういう接客だったのかなと思ってね。あの、もっと田んぼにスムースにこう水を引くようにね。そうそう。用水路を早く作ってあげようという。そう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 。うん、こっちですよっていう。ね。誘導してくれる。土を変えてたわけだね、その時、ね。そうなの、そうなの、うんうんうん。だからね、ちょっとその感じがね、なんかね、あ、接客新時代来てるぞと思ってね。AI に変わられないための接客術。そうなのよ。いや、すごい、ね。だからその、うん、そう、の、なんかこう体験を去年の夏したんですけどね、うんうん、結局なんか俺の心に残ってるのは、うん、黄色一番合わせづらいですっていう
これがもう売り主だからね。言うもよ。あなたが売ってるわけでしょっていう、ね。あんたの会社でこれ取り扱ってる商品だろっていうさ。ね、一番合わせづらいです。だ白は汚れますもん、すごいよね。そうそう。白は汚れますって。事実だからね、それは確かに。そうなのよ。何でもそうだから、そりゃ。自分で売ってるものですらそう言ってくところが、やっぱこう、うん、AI を超えてんのかなと思ってさ。そっか。やっぱり、お客さんのことを思ってということだ、ね。そう、お客ファースト。うん。AI だったら、やっぱほら、会社を、の命令に背くってことはしないじゃないですか。まあそうだね。うん、ね、売ってるものをどれかを売ろうってなると思うんですけど。そうだよね。でちょっとね、グッときたんですよね、その接客に。いやすごいですね。うんうん。合わせづらいですよって言われちゃうとね、なんか、そう。買うの勇気いるよね、なんかね。そうなのよ。そこで一回ね、ハードルをこう、ね、設置されちゃう感じですもんね。そうそうそう。それでも買うんだ、みたいな感じになっちゃう、ね。そうそうそう。うん、これ買うんだ、ぐらいのね。で買いましたよ、僕は。黄色い靴。うん、お気に入りで履いてますけど。そういう作戦かもしれないけどね。あ、なるほど。あえて最初頭でこう、ね、否定しておいて、否定から入って。なるほど。ですけどね。否定から入って。無知的な。そうそうそう。で、アメ無知的なことか。ね、相手のこう闘争心をかき立ててさ。あ、なるほど。何よと。バカにすんなよ、という、ね。なるほどね。あ、ちょっとそれはあったかもな。ね。なんかこう、そう、やっぱ購買欲に火をつけるっていうかさ。あ、そっか、ちょっと、うん、だから、あわよくば、その方も3足も買わせようというかさ、うん、全部、そう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 、この人全部いけるかもっていうところで、うん、作戦でその、あえてここは、似合わないとか、うん、マイナスなこと言っといて、うん、何をと、うん、何クソ感をね、うん、で、あの方ので、最終的にさ、これ、まあ、今までそんなさ、こういっぱいそんなことがあったような気もしなくもないんですが、うん、接客そういうお店でさ、うん、なんか物買った時ってさ、うんうん、最終的にさ皆さんさ、うん、いやーよくお似合いですねみたいな、あやっぱいいですねとかってかなるじゃないですか、ね、最終的に。普通そうだよね、福井会行ったりするとね、うんうん、最終的に黄色を決めた僕に対して、うん、その方は、うん、無言で、うん、あ、買うんだが、ちょっと滲んだというか。うんうん、そこもちょっとあってね、なんか、うん、もう一勝負ぐらいしたいなと思ってますね。もう一戦交えた方がいいかもしれないですね。そう。お前本当のとこどうなのっていうね、うん。ちょっと今年の夏ぐらいに確かめにまた行きたいなとは、うん、思ってますわ。いやいやいや、貴重なね、お話を。これみんなでシェアできたらなと思います。ええー、接客が新時代だぞってこと、ね。新時代ですね、本当にね。ええ。ですから、うん。いい話。ライブがいっぱいありますよ。そんなでね。2B3 のライブが決まったんですよ。はい、あ、そうです。627ですかね。そう、6月27。はい。3人でやるぜってことで。うん。これはね、うん、ね、4月の8日までチケット先行受付っていうのやってますか、はいはい。もうやってるんですね。もうやってるんですよ。はい。お願いします。ロックヘブンでやります。はい、そして、今週末は、はい。福島行くぜっていうことで、ね。飯坂温泉。ね。おとよいウォークと。うん。それから、いわき、クラブソニックいわきで、はい。ピーズとツーマンだぜっていうことで、ね。俺楽しみですね。また久々にピーズと。ね、うん、楽しみだね。いわきでできるのがまたいいじゃないですか。ね。ね。福島シリーズですから、これは。ね、福島 2days でございます。おとよいウォークはね、前出た時はお寺だったでしょ？うん。今度はなんか蔵みたいですよ。なんか大きいとこがあるんだよね。そうそうそう。立派なとこがね。で、7時20分からだったかな？はい。だ僕ら一番最後の出演なんで。最後までね、見てってくださいね、っていうこと、ね。これはそれでライブ後に温泉行っちゃうのいいんじゃないですか、ね。いいじゃないですかね、これね。うん。楽しいと思うので。はい。ええ。ちゅうわけで今週はこんな感じでしょうか。ですね。はい。うん。それでは、また来週。